ちは、大島です。それでは今回は商品の選定方法ですね。売れる商品というのは、どういうような商品なのかっていうのを見極めてやっていただきたいなと思っております。で、メルカリっていうのは、ユーザーがどんな方が多くて、どんな層が多いのかっていうのももちろん説明していきますけども、その中でですね、例えばアパレルが良かったりだったりとか、小物が良かったりだったり、そういうのがですね、実際にありますので、それもですね、詳しく説明している動画になりますので、これを参考にして、ぜひ売れる商品を見極める力、見極められる力をつけていきたいなと思っておりますので、動画を見て、ぜひ学んでいってください。